さあ始まりましたピースノートの新人のご紹介でございます。私建築営業部阿久津雄介独身です。自己紹介お願いします。はい、環境営業部の、桜井です。よろしくお願いします。あれ今おいくつでしたっけ。私は先月の2月で、27になります。27、はい、ここ10個違いますんで、はい、あまり変わらないっていう。そうですね、10個はもう金だな。なかなか面白い面々が揃ってて、今日は桜井君も一番最初にお話を聞こうかなと思って今日呼び出しました。はい、呼び出したわけじゃないんですけど。そうですね。まあ唐突ですけど、はい、ピースノートってどんなとこですか。どんなところ。どんなところがいいところですか。悪いところも言っちゃいましょう、この後。いいところから。ピースノートのいいところに関しては本当に、まあ、建築営業部、環境営業部ですけども、垣根なく本当に休憩所で話していたりとか、部を通り越して意見とかを言い合ったりとか。そうだよね、確かにね。はい、なんか年齢とかも関係ないよね、はい、あんまりね。なんかみんな本当ざっくばらんに話できてて、ね、はい、情報交換っていうのかな、うん、すごい密というかね。そうですね、うん、な感じがする会社かなっていうね、うん、そうですね、うん、ちょっとかぶりますけど、本当社長も上の方々も本当気軽に話してくれて、まあもちろん、社長とか上の方々にこう気を使う場面はあるかはもしれないですけども、やっぱりそういうのも他の会社と比べて線引きがないのかなっていう、ここは本当にいいところですね。うんうん、確かにね。役員の人たちでも、はい、なんか関係ないって言っちゃ失礼だけど、なんか普通にコミュニケーションが取れる会社って、はい、あんまりないんじゃないかなと思うんだよね。そうですね。はい。20人超える企業会社になって。ここまでこう社長とかとも近いところでこう話せるっていうのは、やっぱり20人とか超えてくると役職ある人は、まあ、役職ある人で話し合ってとかっていうのが多いのかなとは思うんですけども、ピースノートに関しては本当に大きくなっていってもそういうところがフランクに話せるというか感じはしますね。うんうんうん、そうだね、確かにね。では次質問変えましょうか。はい、あれ、桜井君は入社、はい、どのぐらいだっけ。入社が9月にしたので、うん、2021年の9月にしたので、うん、もう半年とちょっと7、8ヶ月ぐらいになりますかね。うんうんうん、半年か。そうですね。仕事はどう。仕事は本当に、まあ、今年の2022年の1月になって、うん、上司の方との同行が減り、うん、独り立ちっていうところにはなってきたんですけども、うん、やっぱり独り立ちしてみて本当につまずくところというかであったり、まあ、本当に自分のやりたいようにやれる部分っていうところの、まあ、大変さというか、うんうんうん、が、まあ、ここを独り立ちして 3、4ヶ月で感じるところですね。うん、なるほどね。遠慮した言葉で言ってる？大丈夫？遠慮しなくていいんだよ。遠慮はしてないですよ。大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。なんかもっと愚痴があったりするんじゃない？大丈夫？いや、そんなことないです。大丈夫？じゃあ、そういうことでね。はい、半年か。そうですね。もう半年って感じはするけどね、でもね。そうですね。本当に、うん、まあ、環境営業部の取り扱っている PCB 廃棄物の高濃度が、3月末で期限が終わったので、うん、本当そこまで目まぐるしく覚えることも多くて、うんうんうん、期限が迫ってて、お客様からの要望も多くて、うん、まあ、ちょっと目まぐるしく動いてはいたんですけども、まあ、3月末終了して4月になってから、まあ、低濃度の処分っていうところでやっとこう落ち着いてき多少こう落ち着いてきたのかなっていう。うんうんうん、